えー、こんにちは。速の久保です。今回の「気になる男」シリーズはネネットワークビジネス攻略についいててお話し,していきますね。で、多くの方がもう十分ご存知だと思いますけどもネットワークビジネスまあ、大手でいうとアムウェみたいなところとかね伝統的なところでニュースキンみたいなところがありますで日本でねネットワークビジネスが悪い印象を持たれてるのは何でかっていうとこれは単純にですねネットワークビジネスを広める人の営業スキルが低いからなんですよ ですんで多少強引になったり騙し討ちになったりするんですよね経験ありませんか久しぶりに会いませんかっていうふうに古い友人や同僚からね連絡が来て茶飲みにでも行こうかなと思ってね一緒にコーヒーを飲んでいたら資料がドンってきて実は新しいビジネス始めたんだけどねって言ってなぜか勧誘活動になってくるみたいなねでその場で断りにくいからうなずきながらまあ意地悪な質問をしながらねまあ契約するじゃないですかでもそうやって 消極的な契約なんで消極的なな契約なんで結局その人もネットワークビジネスがそんなに続かずになんかねそのネットワークビジネスのセミナーがあるから勉強会があるからってからね一生懸命勧誘してくれてももうなんかねぼーっと参加するんでそんなに自分までね営業活動しようと思わないわけじゃないですかで登録費用を払って欲しくもないオートシップが来てで倉庫に積み上がっていくみたいなことでまあやめようかなみたいなね、うん、その うん,なんかやる気のない人を勧誘してしまうっていうところがそのネットワークビジネスが悪い印象を持たれているこの大きな原因かなと思うんですよでそれに対してね私の場合は基本的にはネットワークビジネスだろうがだろうかその YouTube でねビジネスのことをお話しするんですよで今回ネットワークビジネスの攻略についてのお話なんでネットワークビジネスの話をするとネットワークビジネスのいいところと悪いところをずっとね動画一本一本にテーマを決めて絞り込んで話していくんですよねその中で で私が今やっているネットワークビジネスっていうのはこういうふうになってますよとか、まあ、ですんで、えー、抵抗のない方はねあのダイレクトメッセージを送りますんで連絡の方送れませんかっていうふうにしてるんですよでそうすると今は別にね積極的にネットワークビジネスはおすすめしてませんけどもあのやっぱりお問い合わせが来るんですよねリスクは承知なんだけどもちょっと可能性を感じたんでやってみたいと、えー、自分にはこういう人に紹介する見込みがあるっていうわけなんですよ もしくは、久保さんのやるセミナーに参加したいんで、とりあえずそこでサインしますみたいなことでね、試しにみたいな人もいます。例外なくリスクを承知で、儲かることは分かんないけども、やってみたいし、やる、なんか手がか,かりあるんだってことでお申し込みいただくんですよね。まあ、ですんで私も負担なく、ネットワークビジネスの紹介もできますし、特に誰かをね、強引にどっかに、とりあえず呼び出して、 いつの間にかネットワークビジネスの話をするっていう風な、いわゆる騙し打ちはせずに済んでるんですよ。で、ネットワークビジネスの話を昔の知り合い知人にする場合も、連絡してね、ネットワークビジネス始めたんだけども話聞いてみるかいってこれはね、はっきり言いますよね。その時点で、いや、ネットワークビジネスはいいよっていう人とは、お互い無駄な時間が省けるし、何よりもその人に信用してもらえるんですよ。あ、この人はちゃんと目的と要件を言ってくれるんで、決めやすいなと。その上でね、 いやネットワークビジネスの話はいいんだけども今やってないんでいいんだけどもとりあえず久々に会おうかっていうことでしたらあのビジネスの話抜きに会うことはしますよね、うん、だからねネットワークビジネスを広めるときにそのこのインターネットを使うってことがまず大前提なんですよインターネットを使ってそれまでに信頼関係が出てきた人に、えー、訴えかけていくその上で信頼関係を壊さないようにいやネットワークビジネスの話をするんだけどもで場合によっては社名も言うんですよ で、あれだったらしばらく検索したり自分なりに調べてみて、それでも話聞いてみたいなと思うんだったら会おうよみたいにするんですよね。で、こういった段取りを経て、私の目の前にプレゼン、私のプレゼン聞きに来る人ってのは、ほぼ契約しますよ、それは。契約するつもりじゃなければこの来ませんからね。それこそ初期費用をいくらかかるのかを認識した上で来ますから。だから私のプレゼンなんて説明書を読みたくないから、概要書面読むのがめんどくさいからっていうので、私から口頭の説明を受けたいっていうことだけなんですよ。まあ、ですんで、 あのビジネスがどうとかね商品がどうとかっていうのも大事なところありますけども基本的にはあの久保さんにくっついていったら儲かるかもみたいなところを私がいかに感じさせるかってことに尽きると思うんですよで失敗したビジネスの例も私お話してますんでそこに出ない限りは今んところ失敗してないんだろうなというふうにあの思っていたことができるわけじゃないですかで場合によっては私収入も見せてますからね 今 NFT のことであのいろいろと画策して半年になりますけどもそこで生まれた収益をずっと毎月毎月公開してますからね一時期は70万とか100万とかそれから先月は20万とかこれだからまだ6ヶ月ですけども毎月私発表してますからねでそれによる売り上げの何によって売り上げたかっていうのもお話してますんでそれだったら自分にできるかどうかって判断しやすいじゃないですかで最終的に そこににビジネスが上に乗っかっかかかてくるかどうかなんですよ。だって NFT 自体にあんまり興味ないでしょ儲かるからこそ NFT に興味が出るわけじゃないですかだからこの辺もあのロジックをお伝えしながら FX もそうですけどもね FX もネットワークビジネスではありませんけども勝てない時代からどうやって一つずつ勝てるようになってきたのかってことを日々お話してるんであじゃあったらその同じルートの上を歩いてみようかなっていうふうに思える人だけが私に問い合わせくださってますんで、うん、なんか変なことが起きにくいってことじゃないかなと思うんですよ。 もちろん何もやりたくないけども稼ぎたいっていう人はね、さすがにね、なんかこう、呼吸してるだけで儲かるみたいな仕組みは私も持ってませんから。私もね、全然、なんていうの何も売り込みをせずに、どんな投資もせずに儲かってるわけじゃないですからね。で、生まれた利益には全て私の裏では行動と思考があるわけなんですよ。だからその行動と思考が多分多くの人とは違うものを選んでるんで、 時間的金銭的自由があ極端に違うってことだけですね。どうせ時間を使ってどうせ労力を使ってやるんだったらあの最もね時間があの楽になって最も収入が増えるやつを選んだ方がいいんじゃないかなっていうふうな選択肢の問題ですよね。うん、だからあのもしね気になることがありましたらこれについてはどうなのっていうふうにねご質問いただいたらそれに対してクエスチョンを申し上げてあアンさんかアンサーを申し上げて。 納得した時点であるじゃないですかビジネスの話を聞いてもいいんじゃないですか私の方からまた動画でその時は解説させてもらいますそれでは今回の気になるとこシリーズは以上ですネットワークビジネス攻略まとめますと騙し討ちをしないこと自分がそのネットワークビジネスに関わってどういうふうな売り上げを出しているのかをちゃんと報告しておくことこの2つでそれでもいいよって方が来るからプレゼンするとまあ契約は大体してくれるっていう流れになりますただそれだけです あの多くの人に説明すりゃいいってもんじゃないんですよ <laughs> だから説明なんて多くの人は聞きたくないですからね。で実際に私が儲けたものだったらやりたい気持ちになるでしょ。私が儲けてないやつはやらな,いやらなくてよかったってなるんですよ。もう本当にそれだけを正直にお話しすることだと思いますけどね。そのためには自分が一番最初に稼いとかないといけないんですよ。だから自力で稼ぐところはあったんだけども自力で稼げるようになったらその流れを皆さんにお話しするっていう、ね、ことになってきます。だから儲かってないうちに儲かる儲かるって言ったらこれ嘘になりますからね。 私は実際自分に売り上げがもたらされたものだけをお話しています。そして売り上げがなくなった場合はなくなったこともお話しています。そういうことでございます。じゃあ気になるとこシリーズ以上です。